ピアノ競争曲英派単調作品30は、ロシアの作曲家、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1882年から1883年にかけて作曲した作品。1884年3月に、サンクトペテルブルクの無料音楽、学校演奏会において初演された。アタッカによって、切れ目のない単独の楽章として作曲されているが、対照的な3つの部分が含まれている。 1> 第1楽章冒頭の短い導入主題の後に作曲にあたってバラキレフが進めてくれたロシア民謡による主題が独創ファゴットによって提示される。本曲ではこの2つの主題が循環主題として使用されている。モデラーとアレグレットクアジポラッカモデラー、アレグレットクアジポラカ,ラア,レレア,ポラカアンダンテ、モッソアンダンテモッソ,ア,ンンモッソアレグロアレグロフルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、 ホルンに、トランペットに、トロンボーンさん、ティンパに、独奏ピアノ、言語部長い休止期間を経て、ミリー・バラキレフが1881年に、ロシア楽団に復帰した。1881年から1882年までの、第一回無料音楽学校演奏会の定期公演においてのことであった。リムスキー・コルサコフに、ピアノ競奏曲の作曲を持ちかけたのも、 やはりバラキレフであった。イリア・レイピンがによる、リムスキー・コルサコフ像、リムスキー・コルサコフはピアノが達者でなかったものの、本人が書いているように、この作品が美しく響き、ピアノの演奏技巧や演奏様式という点において、十分満足なものであることが証明されたということは、特筆せねばなるまい。これゆえに、バラキレフは、行転しながらも、 この競争曲が気に入ったのだった。バラキレフは完全にピアノ向けの楽曲の書き方を分かっているはずが、ないとたかをくくっていたのである。リムスキー・コルサコフは、フランツ・リストを手本にしたおかげで、ピアノ競争曲を作曲することができたことを認めており、それゆえ作品はリストに検定されている。リストの競争曲、とりわけピアノ競争曲、 第2番と同じく単一楽章を取り、その中に互いに対照的な部分が埋め込まれているが、はっきりとした切れ目なしに一方から他方へとなだれ込むように構成されている。華麗で装飾的なピアノ処方もまたリスト風である。リストの競争曲と異なるのは単主題的である点である。リムスキーイコールコフサコフはこの主題を1866年に 出版されたバラキレフの民謡集から取り、この民謡主題をリスト流の主題変容の技法によって作品中に散りばめている。このため民謡主題は曲が進むにつれて登場する旅性格や恩恵が変わっていく。リスト以外にエドワルト・ナープラブ・ニークのピアノと還元楽のためのロシアン演奏曲ロタン調にも影響されたかもしれない。リムスキー・コルサコフは 1882年のロシア全国博覧会において、モスクワでロシア幻想曲を指揮しており、ロシア幻想曲もまた自由な学識で作曲されているからである。この競争曲の叙情性やブラブーラなパッセージ、民謡の独創的な用法はロシア国民学派にしっかりと根付いており、この作品はアレクサンドル・グラズノフやアントン・アレンスキーのピアノ競争曲のほか、 分けても、セルゲイ・ラ・フマニノフのピアノ競奏曲第1番にも影響を及ぼしている。とはいえ、その短さもたたってか、西側では滅多に上演されることがない。ありがとうございます。